教授率いる脳科学研究チームが人間の記憶の完全な電子化に成功したと発表しました。今こうしている間にも我々の記憶を悪用した犯罪が行われているかもしれないんですよ。 E メモリーを悪用した記憶の違法コピー、偽造記憶の売買が発生しております。自立党は10日、生きている人間の記憶に対して E メモリーを使用することを禁止する記憶保全法案を。独立行政法人日本コネクト機構は4日、コネクトセンターの正式な運用開始宣言を発表しました。コネクトセンターでは、